ハインツ・ハラルド・フレンツ・エン。ハインツ・ハラルド・フレンツン・ェンハインツ・ハラルドフレンツェンハインツハラルドフレントソン。1967年5月18日対は、ドイツ出身の元レーシングドライバー。1988年のドイツ・フォーミュラ・オペル選手権でチャンピオンを獲得。1989年のドイツ解散で、カール・ベンドリンガー、ミハイル・シューマッハとチャンピオン争いを繰り広げ、 ベンドリンガーに次ぐランキング2位となる。彼ら3人はメルセデスの若手育成プログラムジュニアチームに抜擢され、ヨッヘンバスのパートナーとして1990年の WSPC に持ち回りで参戦た。メルセデスの英才教育を受け、将来が一へステップアップすることを期待された。フレンツエンはエディ・ジョーダン・レーシングから国際会3戦にも参戦したが、 会一参戦を控えたジョーダンは、チーム体制が不安定であり、満足な成績を収められなかった。1991年は、会一への近道として、ジュニアチームを離脱し、国際会3000に専念するが成績は振るわず、ジュニアチームの元同僚2人が F1 デビューを果たしたため、逆に遠回りな選択になってしまった。 フレンツェーンをサポートするはずだったキャメルのドイツ法人がジョーダンのスポンサーを売り、その資金をミハイル・シューマッハの所属するカイチ・ベネトン部に回すという皮肉な結果となった。また、私生活でも元ガールフレンドのコリーナ・ベッシュがシューマッハと交際し始めるなど、まさにどん底の時代を経験する。1992年、国際会3000のシートを失い、 スポーツカーレースに参戦していたフレンツェンに転機が訪れる。全日本海参戦にノバエンジニアリングから参戦していたフォルカー・バイドラーが突発難聴でシーズン途中に帰国した。その後引退。バイドラーは公認として同郷のフレンツェンを起用するようノバ監督の森脇元康に進言。フレンツェンは1992年終盤戦から1993年に かけて全日本海3000に参戦し、ミカサロやエディアーバインだと、海一予備軍として競い合った。1993年の第3戦マインでは、ヘビーウェットコンディションの中で、他のドライバーよりも1周あたり5秒早いペースで、独走し、結果的にリタイアしたものの、日本のレース界に強い印象を残した。第8戦素顔スガオでは、星野和義がその走りに衝撃を受け、 予選後に自らピットに赴いて、お前はこんなところでくすぶっていないで早く、回一に行けと激励したこと持った。1993年の成績は、ポールポジション1回、表彰台1回、ファステストラップ2回で、ランキング9位。速さは誰もが認めるところでありながら、全日本チャンピオンを獲得することはできなかったため、1993年の、 終盤、翌年のフレンツェン起用を決めていた、ベーター・ザウバーから、彼は何が悪いのか。彼の走りはどういう部分が問題なのか。としきりに問われたと、森脇は1994年シーズン開幕直前のテレビ番組にて語っている。しかし、森脇の指導の会もあってか、特殊で知られ外国人ドライバーの誰もが苦労する、全日本海3000の国産タイヤを、 結果的にことに使いこなした。1994年、ジュニアチーム時代の監督ペーター・ザウバーが起こしたザウバーから第一デビューを果たした。デビュー戦のブラジルグランプリでは、初体験となるセミオートマチックトランスミッション、難なく使いこなして予選5位を獲得した。参戦2年目のチーム、初めてのサーキットでのデビュー戦で、アイルトン・セナ、シューマッハ、ジャン・アレジ、 デーモンヒルに次ぐポジションは周囲を驚かせた。セナがサンマリの GP で自己死した後、その代役としてウィリアムズチームからオファーを受けたが、折りやしく、この時は断ることとなった。シーズン中4戦で入賞し、日本 GP では予選3位を獲得した。1995年はメルセデスの支援を失ったチームでエースとして活躍し、 17戦中8戦でポイントを獲得。イタリア GP ではチームの初表彰台3位を獲得した。3年目の1996年は入賞3回、リタイア9回と不本意なシーズンとなった。1997年、フレンチェーンは前年のワールドチャンピオンであるデーモンヒルに代わり、ウィリアムズに加入した。第4戦3割の GP で、 初優勝、第5戦モナコ GP で、初のポールポジションを獲得し、終盤には5戦連続表彰台フィニッシュを果たす、活躍を見せた。シューマッハの成績除外により、シリーズランキング2位となったが、ワールドチャンピオンを獲得したチームメイトのジャック・ビヌーブに比べると見劣りがしたのも事実であった。翌1998年は、 ルノーエンジンを失ったこともありビルヌーブともども、制裁を欠いたシーズンとなり、フレンツエンはわずか2シーズンでチームを去ることとなった。翌1999年に移籍したジョーダンは、F3000 時代の窮地のチームで、マシンも常に表彰台を争える速さと信頼性を備えており、戦える環境が揃っていた。予選、決勝ともにエースドライバーの元チャンピオンのヒルを凌駕し、 予選14勝2敗、決勝13勝2敗1分、ポイント54対7、シーズン中優勝2回ポールポジション1回を獲得し、終盤までチャンピオン争いに食い込む活躍を見せた。宇宙の乱戦となったフランス GP では、巧みな燃費走行とピット戦略で、ワールドチャンピオンの未華発起念を破って、勝利を挙げた。イタリア GP でもフロントローから、 自身初のドライコンディションでの勝利を挙げ2勝目、通算 3, 3勝目。シリーズランキングは8期年、アーバインに次ぐ3位。しかし、この年をピークに上段は低迷し、新加入のヤルノトゥルーリにより、フレンツェンの立場も微妙になっていった。ついに2001年ドイツ GP を前に、シーズン途中にもかかわらず突如チームから解雇され、地元ドイツ GP を走れずに終わった。 その後、ジャン・アレジと入れ替わる形で、プロストへ移籍することにな、ハンガリー GP から、残りのレースに参戦した。当時のプロストチームは、資金が底をついていたため、フレンチェーンは無給であったが、参戦チーム中唯一、パワーステアリングを持たない AP04 で奮戦。ベルギー GP では、予選4位を獲得して、周囲を驚かせる。この移籍劇の裏については、はっきりとした報道は、 なされていない。一説として上がるのは、フレンツェンが開発が進まない、ジョーダンのマシン2号をやし慈悲で、パーツの改良を願い出て、エディ・ヨーダンと揉めたという説がある。また、ジョーダンが、翌2002年から、ホンダエンジンを搭載するにあたり、ホンダとの契約条項に、佐藤拓馬を乗せることがあったため、フレンツェンを解雇せざるを得なくなったとエディ・ジョーダンが、語ったこともある。数年後には、 フレンツェーンが、ジョーダン時代の契約金未払いに関して、ジョーダンを相手に裁判を起こし、勝訴している。翌2002年にはアローズへ移籍し、二度のポイント獲得など光る走りを見せるが、第12戦ドイツ GP 終了後に、チームが撤退することとなり、またしてもシートを失うこととなる。第16戦アメリカ GP では、翌2003年からの復帰が発表されていたザ、ザウバーより、 スポット参戦した危険走行により、フェリペマスサがペナルティを受けることとなっていたため、その回避として気を入れたもの。2003年、7シーズンぶりに復帰を果たしたザウバーチームでは、第15戦のアメリカ GP にて、表彰台3位を獲得するなどの活躍を見せた。しかし、ついにこの年をもって、第1世界から完全に引退することになった。1引退後は、 2004年より、オペルチームから、ドイツツーリングカー選手権、DTM に参戦。苦戦が続いていたが、2005年代4戦ブルノで、初の表彰台、3位を獲得した。オペルの DTM 撤退に伴い2006年は、アウディに移籍。最終戦のホッケンハイムで、初のポールポジションを獲得するが、決勝レースは、チームメートとの接触もあり、自体やした。結局、 DTM3 シーズンで未勝利に終わり、アウディに対してはチームからのサポートが得られないとして同年限りで離脱した。移籍先は決まっておらず、このまま引退する可能性もあったが、公式ファンクラブのサイトで2008年以降のレース復帰に向けて意欲を示すコメントを出した。そのコメント通り、2008年に HHF プロジェクトと名打ち、資材を投じてグンペルアポロを ハイブリッド化し、ドミニクシュワガーラと共に、ドーマシンで、ニュルブルクリンク24時間レースに走した。また、ルマン24時間レースには、アストン・マーティン・レーシングから、スポット参戦した。同年にスタートした、スピードカーシリーズにもスポット参戦し、翌年は、フルシーズンを戦った。2010年レーシングドライバーからの引退を表明したが、2011年に、 ATAC GT マスターズでレースに復帰。2012年も引き続き同シリーズに参戦し、コルベット Z06RGT3 を借る。正体の形でレースに出場することもあり、2012年3月には、会議時をオーストラリア GP のサポートレースとして開かれたポルシェカレラカップオーストラリアにゲスト参戦している。メルセデスジュニアチームを指導したヨッヘンニアパッシュ。 レースディレクター、ベーター・ザウバー、チーム代表、ヨッヘン・マス、ドライバーは、いずれも純粋なスピードという点では、フレンツェーンが一番だったと評価している。ただし、集中力が途切れて、ミスを犯すことがあった、ニア・パッシュ、ミハイル、シューマッハほどの真剣はなかった、ザウバーと足りない部分も指摘している。全日本時代の死であるノバの森脇代表は、 あいつは速いけどぶつけるとかミスするとかいう噂があった。ヨーロッパの知り合いがあいつは使わない方がいいよ、と助言してくれたりもしたと語っている。契約前のテスト走行を不安視していたが、フレンチェーンは、丁寧にマシンを乗りこなして、契約にこぎつけた。森脇は、彼なりに随分気を使ったんでしょうね、と語っている。 大変に人の良い性格で知られており、2003年の F1 引退時には、ベーターザウバーに対し、ニック・ハイドヘルドは、何とかして、チームに残してほしいとお願いした。結局その願いは、叶うことなく、2004年のザウバーは、ジャンカルロ・フィジュケラとフェリペ・マッサの夫人となった。2010年の引退時には、自らにはすでに競争力がないことを悟った上で、 かのハンディキャップにはなりたくないと語るなど、最後までナイスガイであり続けた。その人柄ゆえか、ウィリアムズで成功できなかった理由として、チームのドライな雰囲気に馴染めなかったことが挙げられる。ザウバーや、後に移籍するジョーダンのような家庭的チームには、水あったが、ドライバーを突き放すウィリアムズでは、パトリック・ヘッドの冷たい態度に悩み、ストレスで体調を崩したことさえあった。 また1997年の序盤戦時、マシンのセッティングにおいても、チーム側は、フレンツェーンが希望するオーバーステア傾向のセッティングでは、なく、前任のデーモンヒルに合わせたアンダーステア傾向、セッティングで走らせていたという。もともとウィリアムズは、ドライバーの能力よりも自らの技術力に変調する、傾向にあるチームと言われ、まして加入したばかりのドライバーでは、 なかなか言う通りはセッティングを行わない傾向にあると言われていた。また、チームメイトのビルヌーブは、ルノーのエンジニアとフレンツェンには分からない、イタリア語で、あえて会話するなど、チーム内での神経戦がフレンツェンの足を引っ張った面は否なめな。1998年のイギリス GP ではレースでリタイアした後、 ついに官人袋の糸口が切れチームに1998年シーズン限りでの別れを告げたが、来期の構想からはすでに外れており、首脳陣からは引き止めもさなかった。しかし、フレンチェーンは、ウィリアムズのメカニックからは絶大な人気を得ていたことだけは唯一の救いだった。デーモンヒル側から見れば、ウィリアムズ放出の引き金になったドライバーであり、また冗談では、 圧倒的な力の差を見せつけられ引退への引導を渡された形になってしまったが、二人の関係は良好であり、2000年のジョーダンの新車発表時において、フレンツェーンはデーモンの分まで頑張りたいと語り、ヒルも引退後、会一で一グ氏の紙面上において、フレンツェーンに気あいあいとした雰囲気でインタビューしたり、2001年のドイツ GP 後の解任劇に関して、 エディ・ジョーダンの姿勢を厳しく批判していた。スペイン語が堪能な理由として、離婚して、スペインに移住した母親の元をよく訪ねたから、と、会一グランプリ特集に掲載されたインタビュー中で、語るなど、非常に、家族思いなところもある。父は葬儀屋を経営しており、日本に来る前にはよく実家の手伝いで、霊柩車を運転していた。引退後も、 同じく実家の葬儀屋を手伝っているという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。